ホリヘゲです。さあ、今日はですね、ちょっと日産のディーラーに行きます。まあ、なんでディーラー行くかというとですね、こちらの車、オートマッチコイル、一回も変えてないっぽいんです。それで、まあ、距離が今まだ6万4000キロということでですね、一応ちょっと軽くディーラーさんの方にはちょっと電話したら、6万キロだったら多分交換いけるんじゃないでしょうかということで、ATF の方を交換していきたいと思います。では行ってきまーす。はい、ということで、無事ですね、交換ができました。はい、まあ、6万4000キロということで、ちょっとね、ディーラーさん曰くちょっと聞いたらですね、まあ、一応交換はできるという感じで、まあ、一応ですね、メーカーではですね、10万キロまでは、交換しなくても大丈夫らしいです。ただですね、まあ、北海道って結構冬場とか結構こう道悪かったり、まあ、結構ね、ミッションに負担がかかるって言ったらいいのかな、なんかわかんないんですけど、でそういうのがあるんで、やっぱ5万キロに1回程度で変えてあげた方がいいんじゃないかっていうことを整備士さんの方で言われました。次はですね、自分ね、6万4000キロなので、次11万から12万ぐらいで交換しようかなと思っております。で今乗った感じですね、もう全く不具合ないです。はい、もう普通な感じです。まあ、加速もそう変わんないですね。うん、まあ、とりあえず、まあ、これしばらくこれでオートマチックコイルの方は交換しなくてもいいなっていう感じで、ということで、不具合もなく交換ができましたっていう動画でした。ではまた次の動画でお会いしましょう。コンビファンユキでした。本日もご視聴ありがとうございました。よかったらぜひチャンネル登録、高評価の方お願いします。この画面上にありますアイコン、おすすめ動画になっておりますので、よかったらぜひチェックして高評価、チャンネル登録の方もお待ちしております。コンビファンユキでした。バイバイ。